クワガタは、同じ甲虫目、クワガタムシカ、オオクワガタア族に属する、オオクワガタとコクワガタとの間で生まれた雑種の属性である。オオクワガタとコクワガタの間を取る意味で、中クワガタとも呼ばれる。オオクワガタとコクワガタのように、大きさや形に違いがあっても、文化が近く、遺伝的に近い種であれば、稀に雑種が生まれることがあるが、生殖能力はなく、 一世代限りで終える。野外でも採集されているが大型のコクワガ型と間違える場合もあるので注意が必要である。人工的にも作出は可能だが、幼虫での死亡率が非常に高く、成虫も寿命が短いため飼育は難しく、成虫が成熟する前に死亡する例も見られる。大クワ型とコクワ型が交雑して生まれる場合が多いが逆の場合もある。形態は 大ガタとコクワガタの中間的であるが、側の種の特徴が強く現れる。また、大桑ゴと銅は大ガタに近く、脚部はコクワガタに近い特徴が出るとも言われている。さなぎ時に生殖期間は確認されたものの、生殖能力はないとされ、種の保存は不可能である。いずれも染色体によるものである。との出現率は、ほとんどがばかりであり、は少ない。 現在、王国和型の生態などについては、謎が多く、産卵を試みるブリーダーも少なくない。しかし、人工的に雑誌を生み出すことについては、賛否両論であり、個人の考えに基づくことが望ましい。なお、クワガタ同士の雑誌として、日本産で他に、野外で採集されたものとしては、姫王クワガタとコクワガタの雑誌や、 平らたくわ型と筋太平とひらたくわ型との雑種などがある。なお外国ではスマトラ島の二股またくわ型は非常に関係が近いため雑種が多い。ありがとうございます。